どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、皆さんに激ヤバムーブをねお披露目していきたいなと思っております。まあ、サムネイルにもある通りなんですけれども、サイキックリフレクター、このモンスターね、このモンスター結構簡単にレベル6からレベル9のシンクロ召喚が1枚でできるっていうモンスター、昨日のストラクチャーで追加されましたモンスターなんですが、激ヤバムーブね、昨日も言った通り出張パーツになるんですよこの人で。今日は何やっていくかっていうと、クソ安定的にネクロバレーを張るっていう、この最強のメタカード、環境メタカードなおこつさいっていう感じなんだけど、これを安定的に張って、さらに墓守の、異能者異能忠敬さん、こちらを特殊召喚していくというこの激ヤバムーブ、これをね、お披露目していきたいなと思います。どうやってやっていくか、まあ、サイキックリフレクター、普通に言ってるとサイキックリフレクターでレベル7のシンクロができますよね。でエンシェントフェアリードラゴンも出します。で闇の力フィールド魔法発動してますんで、これを破壊して戦ライフを回復しつつネクロバレーを持ってきます。でネクロバレーを発動します。で手札から霊術師を特殊召喚します、エンフェの効果で。で霊術師の効果で異能忠敬さんを特殊召喚し、こいつの効果で1枚エンドフェーズにサーチすると、これやばくないですか。でサーチしとくのが、例えばこのネクロバレーの祭典とかだと、この祭典ってネクロバレーと、墓守のモンスターが両方ともいる場合に発動して、こいつが存在する場合、相手は自分もなんだけど墓守と名の付いたモンスター以外のモンスターを特殊召喚できないんですよ。だから墓守もデッキ、墓守デッキじゃなければ死亡なんですよねネクロバレーの王家の眠る谷、祭典異能者っていう、盤面が結構安定的に供給できるっていう、なかなかの、しかもコンボパーツ、リフレクターと、霊術師となんか墓守モンスターもしくはこの玉座だけでいけますよね。めちゃくちゃ強いでしょ、なおこずさいでもね、リフレクターの弱点言っときます。弱点、リフレクターの弱点、まずですね、コズミックサイクロンですね。このエンフェの召喚にチェーンして、効果にチェーンしてコズミックサイクロン打たれるとフィールド魔法持ってこれないんで、デッキから。だからコズミックサイクロンがそもそも辛いです、非常に。とあとそれからこのバスタービーストっていうモンスターが1枚しか入ってないパターン のデッキだと、2枚あるといいんだけど枠がねきついんだけど、1枚だと召喚銃、召喚魔術とか墓地のカードを除外するカード、あれがめちゃくちゃきついです。リフレクターで蘇生できないから。あと単純に狡猾、シンクロ召喚するデッキなんで、リフレクターとビーストが並んだ瞬間に狡猾打たれるんで、これが一番辛い。だからね、結構ね課題は多いんですよ。課題は多いんだけど、この激ヤバムーブが本当激ヤバすぎるから、先行であってエンフェからのネクロバレーでこれ立ってサーチこれとかされてみなさい。もうなんか地獄のような、ふざけんマジかってなるでしょ、マジかってなるでしょ。これをね今日は先行でお見舞いしていきたいと思います。リフレクターくんね、出張しすぎてね、そろそろねサイキック社から あの労働基準法、違反問題で殺傷されるんじゃないかなと思ってるんですけど、ということで早速デュエルやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあお相手の方バンダナさん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。はい強いはい強い、リフレクター召喚、サイキックリフレクターの効果発動、バスタービーストを手札に加えていく。そしてバスタービーストの効果自身を捨ててバスターモードを手札に加えていく。そしてサイキックリフレクターの効果発動、バスターモードを相手に見せつけることによりバスタービーストを特殊召喚、レベルはもちろん2上げるぜ。降臨せよバスタービースト。そしてレベル6バスタービーストにレベル1サイキックリフレクターをチューニング、聖なる守護の光がどうのこうの、シンクロ召喚エンシェントフェアリードラゴン、エンシェントフェアリードラゴンの効果発動、フィールド魔法カードを破壊し、デッキよりフィールド魔法カードを手札に加えていく強すぎない、これやばいな、このムーブ。
で、モンスター、特定のモンスター一体を特殊召喚していく。墓守の霊術師。そして、ネクロバレーの玉座を発動。ネクロバレーの玉座によって、デッキより墓守モンスター一体を手札に加えていく。墓守のサニワ。そして、王家の眠たにネクロバレーを発動。墓守の霊術師の効果。墓守のサニワ墓地の国。これがいわゆる、スーパーシャチホコムーブ。スーパーミスターシャチホコムーブ。墓守のサニワ、じゃねえわ、異能者。特殊召喚し、異能者の効果。ターン終了、異能者の効果発動。デッキより、墓守の、今日はネクロバレーの最低お手札に加えていく。強すぎー、やばすぎ。ミスターシャチホコムーブ強すぎなんだが、打天使の追放いいでしょう。打天使デッキ、おっと。これは、王家の眠る谷にネクロバレーが、ガン刺さりしております。コズミック、多分ですけど、コズミックサイクロンがないと、おそらく、階段が一切使えませんので、これコズミックサイクロン引けなければ、これおしまいですね、これ多分。おっと、これは厳しいか、おっと、強い、非常に強い。最適発動はこれで特殊召喚もできません。墓守の霊術師を召喚、霊術師の効果発動。手札の霊術師を墓地の国、融合なし、融合召喚。スーパー全世界即用融合モンスター異能タラタカ降臨。攻撃表示に効果、別にいいや、攻撃表示で変更、攻撃表示で変更はバトル暗い日本全土即量パンチ。うおー、対戦ありがとうございました。強すぎー、激ヤバムーブすぎるんだが。さあ、お相手の方、20代選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。20代かっこいいわ、やっぱ顔が。20代の顔に生まれたかった俺は。20代の顔に、あの遊戯王キャラクターでいうとね、あの迷宮兄弟か、まあそうだな、迷宮兄弟か、まあバンデットキースかみたいなとこありますんで、私ね、顔的にやっぱ20代くんの顔に生まれたかったですね、基本的には。手札強くない？お、強いやん、なかなか。助けると、まあね、ネクロバレーの祭典、ネクロバレーの祭典じゃねえや、オーケーの眠りにネクロバレーっていう最強のカードがあるんでね。伏せなしですか、それは甘いですね。これもうだってさ、大きなデモでネクロバレー発動したらすぐでしょあいつ。はい、最激にフィルターの効果、バスタービーストを手札に加えていく。本日のモンスターがこちら、バスタービーストを捨ててバスターモードを持ってきて、あ、そう、なんかバスターモードってさ、なんか英語で言うとなんかアスタルトモードって言うらしいですよ。アスタルトモードだったって、めっちゃかっこよくない？アスタルトモードやで、アスタルトやで、アサルト、レベルを2個上げてバスタービーストを殴る選択肢もあるけどな。まあ別にいいか、別に2でいいんじゃねえのこれ。はい、でビーストモード特殊召喚、ビーストモードじゃねえや、バスタービースト特殊召喚レベル6、バスタービーストにレベル1サイキックリフレクターをチューニング、聖なる守護の光が云々観念してどうのこうの、真紅の召喚、こう倒せよ、エンシェントフェアリードラゴン、エンシェントフェアリードラゴンの効果発動。フィールド上のフィールド魔法カードを破壊し、デッキよりオーケの眠る谷にネクロバレーを手段に加えていく。そしてエンシェントフェアリードラゴンの効果発動、手段より墓守の霊術師を特殊召喚、さらにオーケの眠る谷にネクロバレーを発動。霊術師の効果によって手札の墓守のサニワとかいう最強のモンスター墓地の国現れよ、日本全土を測量せよ、異能タラタカ、強すぎなんだが。これでも玉座まであるな、これ一回玉座かな。いやでも祭典強いよな、祭典する、これ上振れ祭典で、これでも特殊化できない、これでも発動する、まあ、でも玉座か、そうは言ってもいや祭典やな。もう絶望を与えよう。さあ、お前はもう墓地のカードを除外はできない、つまりお前はもう死んでいる。このカード強すぎんか。
結構ね、あのネクロバレー、王家の眠りたいネクロバレーって、OCG の方でもメタビっていうデッキがあって、あれだけ結構入ってるんですよね。結構強いです。普通に。だから、紙の方でも結構強いから。まあ、それは、リンクスでも強いよねっていう話。はい、でもう、墓守モンスター以外は特殊はできません。じゃあ、強すぎなんだが、こんなんもう、相手、もうなんか泣いてるやろ。これもうない、もう何もできないってかわいそう。何もできないみたいな。なんかもうネオスフュージョンも打てないしみたいな感じですもんね。こうで一応まあサーチャー入れるんだけど、でまあもう全員攻撃するか、全員攻撃しよう。はい、もういいや、別になんかエンフェア死んでもいい、エンフェランっていうモンスターも死んでも別にいい。攻撃強化変更バトル。ガチでこれ何もできないんじゃね、ガチでかわいそう。対戦ありがとうございました。完全封殺、クソゲー、はいクソゲー。さあお相手の方、ジャックアトラス選手よろしくお願いします。デュエル3倍キングは俺ただ一人、王家の名前にネクロバレーを発動、そして墓守の霊術師を召喚、墓守の霊術師の効果発動、まあ、こういうことができるんでね、こういうことができるんですげえ強い、まあ、ちょエネコンマジマンジって感じなんだけど。このモンスター、あとコズサイね、コズサイエネコンマジマンジって感じなんだけど、これはさすがに玉座かな、玉座ですかね。はい、で、ターンを終了していく。でもこれだけでも強いからね、十分、全然これでも全然強い。コズミックサイがやめろ言うとるやろ、コズサイやめろやマジで、うわーやばそう。やばそう、やばそう。いやコズサイが本当につらいんだよね、コズサイが本当につらい。やっぱねー、コズサイっていうカード早かったんじゃないかなと思うんだよな、このデュエルリンクスっていう環境において。このなんかコズミックサイクロンとかいうカードなんかドヤ顔でなんかすごい結構昔なんですよね、実装されたのコズミックサイクロン自体がリンクスでいうところのね、結構ね昔めちゃくちゃ前に実装されてて、なんかこれそんな早くコズミックサイクロン来ちゃうみたいなことは思ったこともある。いやー強い、いやー強い、強い、やべえ。やべえこれマジで。いやーこれあれやったな、これネクロバレー、これあれやったな、王家の眠たきやったな、これ多分持ってくるの。いやーこれミスったか、これもミスったくせえな、これ持ってくるやつ、これ持ってくるやつ間違えたくせえな。あーこれはどれ置いても意味ねえんだよな、墓場のテニスタッシュ持ってくしかねえか。これあれやったな、玉座じゃなくてまだ大きな眠座2だったら無理だ、あれあれだ、バスターモードやろ、どうせあれ。打点超えらんねえや、ちょ打点超えらんねえんだけど、3500って強くない、強王者の鼓動強すぎるんだけど、やばー、ざけんなよこいつ、上プレすぎだろ、やばい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 、守備用事モンスター全部破壊される、まずい、ちょっとやめてくださいよ先生、先生許してくださいよ先生。かっこいい、でもこれまたもしかしてこれまたレモンですか、またもやレモンですか。鼓動しすぎ、王者が鼓動しすぎ、やばい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 、これあでもこれキャンパスタモード癖であるよな、キングデーモン、いや強っ、強すぎなんだけど、やばすぎる、とりあえず、はい、で一応偵察者の効果発動していいですか、で守備表示死ぬから、守備表示死ぬんで、まあ、攻撃表示出すしかないんだけど、攻撃表示で出すしかなくて、はい、容赦なく殺されていく、容赦なく殺されていく、そしてリバースカードオープン。強い強い、鼓動しすぎだよ、王者の鼓動激しすぎ。